で、今結構すごい話だったんですけども、このまた普通の話に戻りまして、この瞑想法について、この瞑想の効果、瞑想の生理学という本を読んでみますとですね、こういったことが書いてあるんですけど、まあ、どんなことが書いてあるかというと、この疲労を回復させると、血中の疲労物質のですね、濃度を測定しますと、瞑想をしているしてですね、その血中物質がどのように変化しているか、それから寝て血中物質がどのように変化しているかっていうふうなのを見てみると、寝るよりもですね、瞑想した方が血中の疲労物質の減少が早いということがですね、分かったと、この本の中に書いてあるんですね。で、それからこの本だけじゃなくて、いろんな本に書いてあるんですけども、瞑想はによってストレスをためなくできるんだと、集中力が高まるんだ、平常心が保てるんだ、アイデアが浮かぶんだ、人間関係が良くなるんだと、直感力が高まって運が良くなるんだというふうな、こういった瞑想の効果があるんですけど、この効果っていい効果があると思いますよね。もしこんなことができるんだったら、ぜひ瞑想をやっちゃおうって感じで思っちゃいますよね。それからまた最近はですね、このインテル、グーグル、フェイスブック社が、社員教育にとして瞑想を取り入れたっていう話っていうのは聞いたことあります？っていうような感じがですね、なってるんですね。で、なぜかっていうと、このうつ病の罹患率で、最近は何十人かある社員の数があったら、そこのところではストレスチェックを行わないといけないっていう、そういった決まりがあるんですね。で、ストレスチェックをしてみると、うつ病がですね、なってる普通の会社ではですね、30人に1人もいるんだと。これだけでも驚くんですけども、 IT 企業はもっと多くて10人に1人もいるんだと。これなもんで、なんか職場で仕事をしてると、だから最近 A さん調子が悪いみたいねとかって感じですね。で、 A さんがやがてですね、うつ病になってですね、ほんで入院しちゃうと。で、そうすると A さんの仕事を残りの人がやんなければならなくなっていると。ただでさえ忙しい IT 企業と。で、その B さんが今度は忙しすぎてですね、 B さんもうつ病になっちゃったと。やがて C さん D さんっていうんでですね、自分の部署の人たちが次から次へとうつ病で、休職しちゃうっていうような事態がですね、起きちゃいまして。で、こんなことがあると、生産性が低下しちゃうんで、それを抑えるために、このインテルとかグーグルとかフェイスブック社っていうのは、マインドフルネス、ストレス低減法っていう瞑想法がある、こういった方法がありまして、で、今ではマインドフルネス瞑想っていうので有名になってるんですけども、これを取り入れてうつ病の罹患率を減らしたという話なんですよね。それからこっちの方はですね、もっと華々しいことが書いてありまして、Google のマインドフルネス革命っていう本が出てまして、これはですね、Google 社員5万人の10人に1人が実践する最先端プラクティスってやってまして、 Google では1日のですね、勤務時間のうちになんと45分間瞑想に使ってもいいですよということなんですね。瞑想ルームに行ってですね、こうやって瞑想してくると、最近は喫煙所に行ってタバコ吸ってくるとかっていうような感じですね、こんな感じだけども、それは5分とか10分じゃないですか。45分間瞑想をしていていいですよ、仕事時間中に。それもちゃんと仕事のうちになってますって、そういうような感じなんですよ、 Google の最近のあれなんですね。それから、世界のエリートはなぜ瞑想するのかっていう本もですね、たくさん売れてまして、裏を返せばですね、エリートになるには瞑想しないといけませんよっていうことがありますよ。あるいは反対に、瞑想するとエリートになりますよっていうようなことなんですね。ベッタなんかするわけなんですけども、それは日経サイエンスにはですね、このところのですね、マインドフルネス瞑想の前身であるヴィパッサナ瞑想っていうのがありまして、ヴィパッサナ瞑想をやっているお坊さんをですね、アメリカの方に呼びまして、同じノウハウを測ったらどんな感じなんだろうかと。それから日経サイエンスの方では、このさまざまなですね、瞑想のですね、特集が組まれたりとか、あるいはプレジデントっていって本の中でもですね、この心をきた整える禅瞑想入門とかっていうのはですね、ことがあったりとかしてきたと。で、こうやったところでですね、行われている瞑想っていうのは、このティーム瞑想という瞑想とか、マインドフルネス瞑想っていう瞑想なんですよね。で、IBM とか GM が取り入れたのがティーム瞑想で、 Google とかインテルとか Facebook が取り入れているのがマインドフルネス瞑想っていうやつなんですけども、この実はですね、この古来より伝えてきた伝統的な瞑想法、ヨーガの瞑想、ティーム瞑想、これはヒンズー教系由来なんですね。それから禅とかマインドフルネスとか密教は仏教由来なんですね。で、こういうふうな感じでですね、瞑想っていうのは宗教由来なんでですね、信心深い人が上達するようにできていると。ティーム瞑想の初級とか、マインドフルネス瞑想の初級だと、なるべく宗教色を薄めているんですけども、上級セミナーに入るとまさに宗教色そのもの。なので、信心深い人が上達するようになっていると。ですから、一般人が享受できる瞑想の効果はリラクセーションの場合と。だから、こんな感じでですね、
リラックスしてうつ病を抑えるには、ちょうどいいんだけども、だけどもその瞑想の技能っていうのは実はそれだけじゃなくて、こんないろんなことができるようになっちゃう、さらにはですねこんなのができちゃいますよっていうふうな感じのになってにもかかわらずリラックスだけしかできないっていうのはそれはつまんないでしょうと。でそれなんで、それからですね日常それをリラックスだけじゃなくて日常に生かせるようになるまで修行するにはですね信心深さと10年以上の長い歳月と生活習慣の大幅な変更との苦行が必要と。だから瞑想が流行ってました、流行ってますとかって今言ってますけれども、実はですねみんながリラックスするための瞑想を行っているのが、現在だと。ですから瞑想の本来の技能を、享受できるまで行ってないというふうな感じになるわけですね。でそれでこのマインドフルネス瞑想なんですけれども、このマインドフルネス瞑想の教科書の中にモンキーマインドっていうこういう記述がありましてですね、猿心、実際にマインドフルネス呼吸法や座禅を行ってみると人は思考や感情、心配、願望、苦悩などの雑念をどうしても頭の中でぐるぐるさせてしまいがちなのです。頭の中で思考や感情を自動的につなげて止まらない状態を空が機械に飛び移る様子で例えてるわけですという感じなんですけども、例えばこういった瞑想法っていうのだと目をつぶってですねこんな感じで、深呼吸に意識を向けるとこれで黙ってずっとやってるわけですね。でもし目をつぶって黙ってからずっと深呼吸だけに意識を向けてたらいろんなことが頭の中に浮かんでくるってこれは当たり前ですよね。でそれで頭の中がいっぱいになってああなんか瞑想してんだかなんかあの自分の辛かったことを思い出してるのか妄想してんだか分かんないとかっていうんでですね多くの人は中断してしまうわけですね。それでせっかくの瞑想のを使うとですねいろんなことができるようなのに上手に瞑想ができるようになれる人っていうのはこの信心深さ10年以上の長い歳月生活習慣の大幅な変更との苦行ができた人、ごく限られた人しか、瞑想 の, あの効果を、日常生活に生かせるようにならないと、それじゃもったいないと。そこでソニーでですね、振ったこの誰でもできるようなソニックメディテーションというふうなものをですねあの研究してきたと。でどうして誰でもできるようになったかというと最新の心理学や脳性理学を応用してですね、宗教には無関係で、それなんで苦行なしと。それから1回目のセミナーから気のエネルギーも感じることができると。で瞑想の効果にチャクラの効果を加えてしまってですね、それでにあの瞑想を日常生活に活かす機能をあの何十年じゃなくて3ヶ月という非常に短い、期間でですね楽しく身につけることができるようなそういった瞑想法を作ったと。ですからこの、ソニーでですねこの心理学や脳性理学それから物理学とかっていうふうな感じにでの研究がなければできなかったのがこのソニーメディテーションと。ですからその瞑想っていうのは今から1万年とかですね5000年ぐらい前にできたとかっていうふうに言われてるんですけども、その頃っていうのはこれなかったわけですね。こういうのはそれなんでどうやったら瞑想の状態になるのかとかですね、なぜ瞑想の状態になるのがいいのかっていうのは何だか分かんないんですけども、ブッダがですね一生懸命瞑想するといいですよっていうのを広めたんでですね、うまくいってるっていうんで、ブッダも最初はですね苦行をすることによって悟りの境地に入ろうというのを思ったんですけど、苦行じゃ無理だというふうなことが分かりまして、でこれをこの苦行はしないようにしなさいとかっていうふうに信者に伝えたんですけども、ブッダがですね苦行したっていう話の方が先行しちゃいまして、こっちの方の話はなかなか届かなかったんで相変わらずこれが必要になるってことになっちゃってるわけですけども、でそのソニックメディテーションなんですけども、これ毎月第3土日の月2日間標準コースっていうのと、毎月第4日曜の月1日間濃縮コースっていうのと、いつでもどこでも受講可能なネット講座と、こういうふうなのがありましてですね、ですからあのすっとやりたい時にできてしまうと。それから途中からの参加も可能で、1月期、4月期、7月期、10月期っていうふうに1年中やってますんでですね、再受講も安価にできるようなそのシステムにしておりましてですね、ですから、この3ヶ月間でマスターした後はしっかりとその瞑想ですの技能をさらに深めるように何度参加してもいいですよと、あるいはこういうふうなものが使えますんで家で、瞑想の技能を深めることができますよということになります。でこのダリアンスの瞑想法がですねさっきも言ったように非常に効果が高いんですけれども、でこの効果をですねあの高さっていうのを実証するような出来事が、何度も起きてるんですが、そのうちの一つなんですけれども、旧来の瞑想法で20年の瞑想のベテランの人旧来のですね
さっき言った TM 瞑想っていう風な瞑想でですね、ヒンズー教系の瞑想で瞑想歴20年のベタの人がアディアンスのセミナーを受けにやってきたと。それからですから、この瞑想、他の瞑想で瞑想を極めている人はですね、もっとすごい瞑想法っていうんで、ラディアンスの瞑想法を選んでいただいているわけですね。ソニックメディテーション、それからお医者さんとか精神科の先生とかですね、それから学校の先生とか、あと普通の OL さんたちもやってきている、いろんな方がこの瞑想法に興味を持っていただいているんですけども、で今回が初めてという瞑想の初心者とベタな人が同席したと。でこのセミナーが終わる頃には、セミナー、ラディアンスの場合ですね、セミナーが終わると1回の瞑想が終わるとですね、どうでしたかって感想を聞くんですよね。でそうすると、このさすがすごいですね、20年間も瞑想をやっていると感じることが違いますねっていうのは他の人たちがですね驚いてるんですけども、ところがセミナーが終わる頃、3回のセミナーが終わる頃にはベテランの方も初心者の方も同じような瞑想の境地に到達してしまったと。ですから20年間のイニシアティブがですね、全く感じられないぐらいに全員が瞑想が上手になっちゃった。でそれなんでベタノの人曰く、だから最後までこの人は20年間のイニシアティブをずっと取れるんじゃないかというふうに思ってたんですけども、私の20年間は一体何だったんでしょうかと、というふうに冗談交じりにですね言ってるわけなんですけども、とてもパワフルな現代人のための瞑想法がラディアンスの瞑想法でした。ベタノの方はさらに上達し、ベタノの人が置いてかれちゃったんだったら役に立たないんですけども、さらに上達しと、初心者の方もベタノの方が達した同じ境地になりましたと。例えば富士登山でそれを例えると、ベタの人はこれまで20年間かけて5合目まで登ってきていたと。初心者の人は1合目から登ったと。ところがこの瞑想の効果が高いんで、初心者の人の進歩も早いんで、セミナーの途中で2回目の時には同じような境地になったと。で3回目の時には一緒に頂上に着いてご来光に感動したというふうな感じですね。というふうにですね、他の瞑想法でいくら長い間瞑想していたとしても、ソニックメディテーションを受けるとさらに高いところまで行きますよというふうなことなんですね。ですから我々はですね、瞑想って何のためにしたいんでしょうか。日常生活を良くするためにしたわけですね。ところが日常生活を良くするために、20年以上必要ですって言ったら役に出さないわけですよね。例えば自分の、仕事に瞑想を役立てたい、自分の、人生に瞑想を役立てたい、で、20年経ったら定年退職しちゃいましたみたいな感じだと役に立たないわけですね。ですからすぐに役に立つ瞑想法っていうのが必要だっていうんでですね、ラディアンスの瞑想法っていうのが3ヶ月間っていうので日常生活が良くなってしまうということになるわけなんですけど、これどうしてそんなすごいことが可能かっていうと、音と色と意識と言葉のエネルギーというのをですね使ってですね、このチャクラというのとかオーラというのを活性化してしまうっていうのがそのソニックメディテーションなんですよね。でチャクラっていうのは一体何なんでしょうかと、このところにですねこうやってあります、これが7つのチャクラっていうのを言われてるものなんですけども、これこのチャクラというのは実は脳からですね背骨を通ってですね神経が通ってるんですけども、でいろんな臓器に行ってるんですけども、その臓器がたくさん臓器への神経がですね一時にたくさん分かれるような場所、これを神経層っていうんですけども、その神経層がチャクラなんですよと。一つ目の神経層をこの腰の神経層、腰神経層とかしたりとかですね、それから三つ目の神経層のことを太陽神経層とか、これまるで太陽が照ってるかのようにさまざまな臓器に神経が伸びてましょうっていうんです、太陽神経層っていうんですけども、それからここのところがですね、この、胸のところにもですね神経層があってですね、この喉のところがあって、これは脳自体でですね、これが宇宙と、これが脳っていうのは、これはですね人間の原始的な脳、こっちの方は大脳皮質とかって、これが宇宙につながってるっていう感じなんですけども、でまたそれぞれのところに、このですね内分泌腺が対応すると、このところが、副腎皮質ホルモンが出ましてですね、このところが生殖腺でですね、このところが、膵臓でインスリンが出て、このところが胸腺、ここは甲状腺とかという感じですね、ありまして、でですからこのチャクラというふうなものは実はですね、こういった仕組みになってまして、ですからここのところをしっかりと開いてあげることによって人間の基本的な能力を高めることができると。ですからチャクラを開くといろんな能力を開花させることができると。でこれをですね、いろいろ研究してきますと、この音叉の共鳴のようにティーチャーがこの、
音と色と意識と言葉の意味を送れば、同じ周波数の音差だったらば共鳴部がくっつけても返しておくと、片っぽを叩けば片っぽを叩かなくても振動し出すという、こういうふうな、原理がありますのでですね、この各チャクラのこれを送ってあげれば初心者の人のチャクラもすぐに開くという、こういったあの現象があります。で、各臓器への対応というのはこういうふうな感じになっているわけなんですけども、でこういうようなことがですね、このさっきの6つ目のチャクラには脳下垂体、7つ目は消化体という感じがありまして、こういった体の部位に影響を与えているということがですね、チャクラっていうのは、インドのアーユルヴェーダの古典医学というふうなところからもですね、伝統医学の方でも扱われてますんで、いろんなことが今分かってきていると。でまたこのエネルギー体っていうのはこんな感じですね、ありまして、先ほどの意識のエネルギーっていうのはこのマイクロウェーブのところにありましてですね、これが音のエネルギーと、これが色のエネルギーという7色ので、でこれらはまた、長年のですね、このチャクラやオーラのいろんな種、ところというのはですね、研究の結果ですね、第一チャクラは尾低骨のあたりにあって、うんって音と赤色に共鳴するということが現在分かっていると。で第二チャクラは下鼻のところにあって、うーって音と大色に共鳴すると。で第三チャクラは水の中のところにあって、おーって音と黄色に、共鳴すると。で第六チャクラは眉間のところにあって、いいって音と藍色に共鳴すると。でこのチャクラっていうのは体の表側と裏側にこうやってですね、対になってありまして、時計回りにエネルギーが入ってきていると。で第一チャクラと第七チャクラもこうやって対になっている。でこれらをしっかりと開くことによってですね、オーラというふうなものを整えることができると。オーラっていうのは人と人とのつながり、人と物とのつながりっていうですね、周りとのつながりをですね、イメージ化したものになってきています。でこういうふうなことができちゃうわけですね。